こんにちは、クリッカートミーです。メルセデスベンツのコンパクト MPV B クラス直型がスウェーデン北部へ再び姿を見せました。前回の夜間と異なり、今度は白昼堂々とテストです。直型では最新世代の MFA プラットフォームを採用し、軽量かつ剛性がアップすると思われます。ハイライトは刷新されるボディシルエットです。 A クラスを彷彿させるハイルーフに傾斜を持たせたリアウィンドウが特徴で、ハッチバックテイストとなるようです。室内にはメルセデス最新世代のツインデジタルディスプレイ MBUX インフォテインメントシステムが搭載されるはずです。これは今後のメルセデスコンパクトモデルに標準装備されると思われます。パワートレインは 1.6 リットル直列4気筒エンジン、新開発2リットルターボディーゼルのほか、高燃費と高いトルクを発生させるルノー・日産と共同開発した 1.3 リットルのガソリンユニットのラインアップが予想されています。また遅れて 48V マイルドハイブリッドモデルや EV の登場も噂されています。ワールドプレミアは早くても2018年秋以降となると予想しています。